ええやんええー、やんガチャ来てますスペシャル選手リストええー、やん月曜日のガチャアトレチコ・マドリードですね割と有の選手がいますけどもえー、オブラク、デパウル、えー、あとデパイ、まあ、グリマン。この辺は結構見ますよね、ちょいちょい。見ていきましょう どんな能力になっているか。ヤンオブラック、守備的。ま、あでも最近見ないか。ディフレクティングが低いね。レベル18まで上がります。さすがにもう、今の環境では使えないのかな。ステファン・サビッチ、ハードプレス。ええやん。レベル19まで上がります。スピシュンは遅いけど、ジャンプ80でええやん。ディフェンスセンス81、アグレッシブネス86でええやん。スキルもまんまーくブロックエアバトルついててええやん。インターセプトは、 なくてええやん。ロドリゴ・デ・パウル、2列目からの飛び出し。まあ能力はええやん。レベル28まで上がるやん。まあ決定力、ヘディング以外は、ほぼ80後半とか、いけるやん、ええやん。スルーパーってバックスミルブピンポイントクロス、ええやん。ワンパコワンシュー欲しいところやん。スピード瞬発も上げれるやん。逆足高い高い。コンディション波小さい。一番ええやん。ヤニク・カラスコね。サイドハーフとウィング、サイドバックできないんだ。 ええやん。29で。ワンパーあって、ピンポイントクロスあって。まあ、クロス上げおじさんとしてはええやん。ドリブルも結構キレキレやん。ええやん。アントワのグリーズマン。2列目からの飛び出し。ボルコン84スピ。スピード70、瞬発74。ええやん。決定力も75。ええやん。評価 D。今週はライブアップで D。ええやん。ワンシュー、スルーパー、ピンポイントクロス。スパサブついてるやん。ええやん。 え、じゃあもう、能力育成した後さ、オフェンスの能力、ヘディング以外は全部90乗せとかできるさすがに無理か逆足頻度は普通普通、ええー、やん。メンフェスデパイ、リンクフォワード。ええー、やん。この人なんかむっちゃ強いらしいね。みんながええやん、ええー、やん言ってるよ。ワンタッチシュート、ミドルシュート。使ってみなわからんけど。まあ、みんながええやんって、言ってるんやったらええやん。 コケ、ボックス・2ボックス、グラウンドパス80。レベル28、足遅やん。バックスピン・オブ・ピンポイント・クロス、ワンパ、パス系・ケ何でも揃ってるやん。スライディング・タックルでめっちゃ頑張るやん。攻撃の能力に目、持っていかれがちやけど、ディフェンス・センス、低くてもアグレッシブネスと守備意識は高いから、守備は戻ってくるやん。逆足高い高い。コンディションの波小さい。まあ、ええやん。 エルモソ、184センチ。パスええやん。ディフェンス能力90ぐらいには乗せるエるか。ただスピッシュンも育成できない。フィジカルコンタクト69。ちょっとええやん。マンマークブロッカーまあ、サイドバックやったらワンチャンま、あでもそしたらスピッシュン遅すぎるか。まあ、ちょっと外れかもしれへん。当たりは、えー、え今んところ、デパウル、グリーズマン。 でぱいええやん。あとはまあちょっと使ってみなきゃ分かんない人とまあええやんっていうそんなに取らんでええやんっていう強いやつ来るんやったらええやん引いたらええやん演出飛ばしたらええやんサビッチサビッチ5番おおええやんええけど最強デパール持ってるやん 能力ちょっと比べてみなあかんええー、やん22はエルモソセンターバックらしからぬ背番号でええやんええー、やんええー、やんクソ引きやんデパウルデパウルはちょっとね持ってるから まあでもクソ引きしてもまあそれはそれでええやん。ねえ。いろいろ言ってる人もいるかもしれんけど。ねえ。メ引きだなんだ。言ってるけどクソ引きしたってええやん。たまにはクソ引きも悪ないやん。2人持ってるやん。ジョレンで来てほしかったやん。まあこの能力で。能力はこれ超える可能性あるね。 でこれは、ワンタッチパスあります。ええやん。ええー、デパウル。こっちのデパウルはええー。まあ、育成前ですけども。まあ、能力は超えそうだね。あ、でも決定力は無理 ?6、全部6上げぐらいはできるっしょ。ええやん、ええやん。スキルはええー、今回、ワンタッチパスがなくて スルバーバックスのピンポイントで、マリーシャがついてるやん。まあ、ええやん。育成したらええやん、そんな。サビッチ、エルモソ。これはちょっと、様子見たらええやん。様子見て、いいフットボールハブで能力、シミュレーションして、よかったら育成したらええやん。 ま、あデパウルちょっと行ったらええやん。トレコ余ってるし。かましたらええやん。ええやん、ええやんええやんええやん、ええやん。うーん。ええや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 ん。 おすすめ。うわおすすめ。フライパス80。決定力がちょっと低くても。まあええやん。パス高すぎてええやん。ドリブルええやん。スピシュンええやん。フィジコンちょっと低いやん。まあ、ちょっととりあえずこれでいってみたらええやん。94。ええやん。ええやん。ええやん。 えええやん。比較したらええやん。総合値は一緒やん。まあ、オヘセンは5低くて、それ以外が2高い。ドリブルは経は2高くて、えー、グラ、パスも2高い。で、フライパスは5高い。蹴ってるから8低い。ヘディングも5低い。プレースキックカーブも5低い。スピードは2高い。瞬発は2低い。キック力2高い。 フィジコンは6低いトータル見てええやん低くたってええやん高い選手高い選手って今持ってるやつより強いかどうかってもうそういうのええやん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 まあドリブル軽くなった分 使いやすくなったらええやん。使って試したらええやん。終わったらええやんもう喋ることないんやから。ええやん。